やっぱりまずいのかな。すずえちゃんは友達だし。ひろすけくん、今度ね、幼稚園で歌うことになったんだ。マスターが園長さんとお友達なんだって。そうだよ、みんな友達なんだ。3人でご飯食べればいいじゃないか。アジムとすずえちゃんは同じ学校なんだし。ん？ちょっと待ってくれ。この曖昧な後ろめたさと妙な切迫感は一体。忘れてた、日舞の稽古。私そろそろ帰るね。え？誰かと待ち合わせなんでしょ？あ、いや。だったらそう言ってくれればいいのに。アジム、ごめん、その実は。告白されたの？え？いや、スズエちゃんはそんなんじゃ。だって。え？ううん、なんでもない。あ、アジム、どんなやつだったの？え、あ、やっぱりいい。おやすみ。ひろすけくん、少しだけ話せる？もういないんだ。ん？写真の人死んじゃったの。1年前事故で。いいやつだったんだろうな。アジムを見ているとそんな気がする。ひろすけくん、もしよかったら今度。あ、でもやっぱりいいや。アジム、昼間の曲聴かせてよ。昼間の曲？あ、なななな。いや、それもすごくいいんだけど。あ、ね、よう。アジム。え？これ私に？うん。ありがとう。綺麗だね。
こら、待て。はい、最後の一匹。ありがとう。魔界堂、何やってんだ。鈴江ちゃんから電話があったよ。え？どうも急用ができて来られなくなったらしい。じゃ叶わないよな。生きとる。嘘だ。嘘やない。ロンドンから来たんや。チェックインの時そう書いたやろ。もうオトちゃんたらこってこっての関西弁喋っててよく言うよ。オトちゃんってお前。お兄ちゃん、最近その雑誌のそのページばっかり見てるでしょ、エッチ。うるせえ。おい音峰、お前妹に手出すなよ。心配すな、ガキには興味あらへん。気悪。おとちゃんだってまだガキじゃない。お前ら俺を客と思うてへんやろ。ほな。